沖ノ鳥島の排他的経済水域内で海洋調査を続ける中国に日本政府が抗議したことに対し、中国政府は島ではなく岩だと主張しました。理由很简单，理由非常的简单，因为根据联合国海洋法公约，冲之鸟礁是礁，不是岛。中国外務省は会見で沖ノ鳥島は岩だと主張し、排他的経済水域や大陸棚を有するべきではないとしました。さらに中国船の調査は公海における調査権の履行であり、日本の事前許可を必要としないと述べました。中国の調査船は沖ノ鳥島の排他的経済水域内で日本側の抗議にもかかわらず同意を得ないまま活動を続けています。